4WD クラスのですね、A メイン決勝、本日最後のレースとなります。それでは、スタートの方したいと思います。スタート5秒前。さあ、綺麗に、スタートいたしました。ポイントは山本選手、2番手に鈴木選手。さあ、3番手以降が単独状態になった。さあ、2台が飛び出た形。さあ、ポイントは高木、1番手の山本選手ですね。今バックストレート、オレンジとブルーのカラーリングマシーン、同じのカラーリングマシーン、山本選手が今計測ラインを通過。そして2番手に鈴木選手が今通過いたしました。トップと2位の差は 1.8秒差。さあ、そして3番手に風邪君、10番ジャンパップ矢倉選手が3番手。さあ、トップと山本選手はもうバックストレート、2番手の鈴木選手が今バックストレート、ちょうどストレート1分の差、トップと2位との差。さあ、榎本選手が逃げる。さあ、追うのは鈴木選手。そして3番手に川崎のバトン、加藤選手が3番手。さあ、トップの榎本選手が、低速ラインを通過しましたね。そして2番手の鈴木選手が今通過。その差 4.4 秒差。さあ、榎本選手がもうすでに後続を追い込もうとしております。さあ、3分間のスプリントレース、1分半が経過いたしました。折り返しの1分半、残り時間はあと1分半です。最後の選手は一気にジャンプ、モーグルセクションからストレート前の山を嫌って今バックストレートに入りました。オレンジブルーから2番マシンの山選手のマシン、今決勝が通過。さあ、そして2番目の選手が今通過、その差は 4.6秒差。残り時間あと1分。さあ、山本選手がモーグルセクション。さあ、そして今バックストレートに入りました。最終コーナーで計測ラインを今通過。さあ、山本選手は7周目、ベストラップは21秒660。さあ、2番手鈴木選手の差は 7.7 秒差に広がりましたね。3番手に川崎の山の加藤選手が続いております。さあ、残り時間はあと20秒。さあ、トップの山本選手がテープロップ。さあ、ダブルの2点を超えて2セクション。さあ、もう1秒を抜けて、さあ、残り時間はあと5秒ですね。バックストレート、さあ、山本選手9周目突入。さあ、前転3番、7番ゴール、6番ゴール、2番ゴール、10番ゴール。9番ゴール、5番ゴール、8番ゴール。さあ、パーセッティング1番のレース。スタートのパーセッティング1番が今ゴールいたしました。選手はゴールとなりました。さあ、2012年ハッピーニューイヤーです。